ひまりニュースの時間です。韓国前大統領パククネ被告の友人で収賄罪などに問われたチェ・ソウォン改名前チェ・スンシルの最上告審裁判が11日に開かれ、懲役18年罰金200億ウォンが確定したというお話です。チェ氏の名前がマスコミに取り上げられたのは2007年だ。当時ハンガラ党党員だったキム・ヘゴ氏からパククネに当時ハンガラ党の大統領選党内選挙予備候補側近だったチェ・テミン牧師とチェ・スンシル親子の財産形成過程を検証してほしいと要求が出た。それに対しパク元大統領は当時父親が調査を指示したが、もしその時に横領利権介入などが明らかになっていたら普段から親戚に対しても厳しく管理していた父親の性格上絶対に許さなかっただろうと述べ疑惑を一蹴した。その後2012年にパク元大統領は第18代大統領に当選した。そして2016年7月テレビ朝鮮が大統領府のミール系スポーツ財団介入疑惑の報道をしたのに続き、同年9月ハンギョレ新聞がミール系スポーツ財団の運営にパク元大統領の最側近であるチェ氏が深く介入したと報じ、チェ氏の名前が再び浮上した。青瓦台は推測の記事だとして言及する価値はないとしているが、当時の野党は国政監査と特別検事の導入を主張。これに対しパク元大統領は違法行為を犯した場合厳正に処罰されると初の公式な立場を明らかにした。ところが4日後の24日 JTBC はチェ氏が使ったタブレット PC を入手したと報道した。この中にはパク元大統領の演説文がチェ氏に事前に流出した情報が含まれていた。この報道を受け全国にパク元大統領の退陣を要求するろうそくデモが本格的に激しくなった。これに対しパク元大統領は報道の翌日、チェ氏が国政に関与した事実を一部認める談話を発表した。チェ氏を容疑者として取り調べていた検察は緊急逮捕した。そして憲法裁判所は2017年3月パク元大統領を満場一致で弾劾した。憲政史上初のことだった。その後パク元大統領は特権の捜査を受け拘束起訴された。チェ被告は18年2月一審で懲役20年を言い渡された。パク元大統領も同年4月懲役24年を言い渡された。その後二審でパク元大統領は1年増の懲役25年と罰金200億ウォン、チェ被告は一審と同じ刑を言い渡された。そして昨年9月大法院は二審の判決をほとんど維持するが、チェ被告が受けた容疑のうち一部強要した容疑は無罪と見るべきだとしてソウル高裁に差し戻した。パク元大統領の事件も破棄し、二人とも二審裁判を再び受けた。破棄差し戻し審でチェ氏は懲役18年を言い渡され、事件は再び最高裁に上った。大法院の最終判決を1週間後に控えた4日、チェ氏の獄中介護記私は誰なのかを発行するというニュースが伝えられ話題を呼んだ。チェ氏は回顧録で検察と特権から捜査過程で懐柔脅迫を受けたと主張し批判した。チェ被告は最初の大法院の判決以降、自筆の手紙で大法院の判決についてコメディーのような結果だと述べ、張元長官一家疑惑について法務部長官候補者の娘が空前絶後の全ての家庭でのフリーパスをしたことをなぜ法律に詳しいという人たちが追おうとするのかと批判している。しかし結局チェ氏は11日懲役18年が最終確定した。娘のチョン・ユラさんの理科女子大入学学事不正容疑で2018年5月に確定した懲役3年の刑を合わせるとチェ被告の量刑は21年だ。2016年11月に裁判が始まってから約3年7ヶ月が経ち、チェ被告の名前がメディアに初めて報道された2007年6月から約13年ぶりに最終的な法的判断が下されたことになる。大韓民国の歴史上二度と出ることのない非前実力者の終わりは結局悲劇に終わったとのことです。
いかがでしたか？チェ・ソウォンの懲役が確定し、パク元大統領と共に大韓民国を牛耳った喜劇のようだった人生は悲劇のエンディングを迎えたというお話でしたね。韓国の皆さんの意見をご紹介します。誤った行動には責任が伴います。これからは現政府の後ろに隠れている他の方々も審判をしなければならないでしょう。ムンジェインと民主党より彼女たちが何をそんなに間違ったのかわからないよ。今の世の中がパク政権より暮らしやすいか。金をばらまくのではなく行き詰まり盗賊だらけで無理強いする世の中、祖国もまた依然の実力者ではないか。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。